タイムフライヤーは日本の競争は主な勝ち倉は2017年のホープフルステークス、2020年のエルムステークス。場名の意味は字を超えるもの。2015年2月1日、北海道白老町の八代大コーポレーション、白井ファームで誕生。一口馬主法人サンデーレーシングから総額2600万円で募集された。追い分けファームで育成された後、 立党の松田国夫佐急舎に入級した。2017年8月6日の新潟競馬場で行われた二歳新馬戦でデビューロックディスタウンの2着に敗れる。2戦目の9月16日の阪神競馬場で行われた未勝利戦では2番手追走から楽に抜け出すと直線でアドマイヤーアルバの追撃を振り切り初勝利を挙げる。10月28日のハギステークスは 後方待機から直線で足を伸ばし最後は、オーデットエールに4馬審査をつけ圧勝した。重賞初挑戦となった11月25日の京都2歳ステークスは、後一位相から直線で一旦戦闘に立つも、グレイルとの叩き合いの末、頭差の2着となる。そしてこの年から GI に昇格した12月28日のホープフルステークスに一番人気で出走。 スタートで出遅れたもののそのまま後方待機策を取り、最後の直線ではジャンダルムを追うようにして大外に持ち出し、最後は同馬を振り切って優勝。GI 競争初制覇を飾った。年明け初戦として、サツキショートライアルの若葉ステークスを選択。前年の GI 制覇の実績から、単勝オッズ1.2倍の圧倒的支持を受けての出走となったが、 直線で伸びきれず5着に敗退。なお3着には出走馬11頭中最低人気、単勝オッズ334.4倍のロードアクシスが入ったが、圧倒的人気の本場が馬券圏外に敗れたこともあり、ロードアクシスの副賞配当は、JRA 市場7位の高額払い戻し金、記録である1万1720円となった。その後は、クラシック路線を歩むもさつき賞10着。 東京優春11着、神戸新聞杯6着、菊花賞6着という結果に終わり、この年を終える。年明け初戦は、中山金杯に出走し2番人気に押されたが5着、続く京都記念は8着と、いずれも馬券圏外に敗れた。その後陣営は、おじに、ダート GI 競争を互相のタイムパラドックスがおり、京子が、いずれもダート競争で勝ち星を挙げているという本場の、 決闘を考慮し、ダートへの転向を決断。転校初戦として8月11日のエルムステイクスに出走した。レースでは、後位4番手から競馬を進めると、直線では末、え、足を伸ばし一旦は先頭に並びかけるなど見せ場を作り、ゴール前で束にかわされたものの3着、里の手ターンだとタイム差なしの6着に入線。安城の池添健一は、うなって走っていましたね。 すごく良かったです。決闘もですが、ダート向きの走りですとコメントした。ダート2戦目となったシリウスステークスでは一番人気に押されながら6着に敗退したが、安上のクリストフルメールは距離が長すぎます。ラスト200メートルくらいまでは伸びていましたから、1800メートルまでだと思いますとし、敗因を距離に求めた。 続く11月9日の武蔵野ステークスでは8番人気と人気を落としたが、前走の結果を受けて、前に馬を置き中断後方からレースを進めると、直線では最後に、外からワンダーリーデルに差し切られたものの2着に入り、ホープフルステークス以来の馬券圏内入戦となった。自走は、初のダート GI となる12月1日のチャンピオンズカップに出走。 ゴールドドリームやクリソベリル、インキといったダートの一戦級のメンバーが揃う中、単勝オッズは8番人気だったが、前走で敗れたワンダーリーデルや、ミヤコステークスカチウマベンジェンスらを上回る指示を受けた。レースでは、最内スタートから、中段後方に位置を取り、前残りの展開を追い上げて8着でゴール。6着。 オメガパフュームラとタイム差なしでの入選という結果であり、安城の美味しンマーフィーは、すごくいい馬でした。距離とかそういう問題ではなく、面向をつけている分だけ反応が遅くなりましたと述べた。この年の初戦は2度目のダート GI 挑戦となる、フェブラリーステークスに、安城シェーンフォーリーで出走。レースでは、ワイドファラオとアルクトスが競り合って、 ハイベースになる展開で3番手からの競馬となったが、先行勢が揃って失速する中自身はしぶとく足を使い5着に粘った。引き続きダート重賞マーチステークスに出走。3番人気に支持されたが直線で伸びきれず9着に敗れた。休養を経て7月12日に行われたオープン特別のマリンステークスに出走。二番人気の支持を受けると、レースでは 中段追走から直線で一気に突き抜け、最終的に2着に3馬進ン差をつけてゴール。2歳児のホープフルステークス以来、約2年半振りの勝利を挙げた。また、このレースで、アンジョールメールは6年連続となる、JRA 年間100勝を達成した。続いて、前年も出走したエルムステークスに参戦。一番人気に支持されると、レースでは、 中段追走から早めに抜け出し、2番人気ウェスター・ルンドのムを追を2場審査で、振り切って完勝ダート重賞初制覇を果たした。引き続き、ルメール案上で、昨年2着のムサシステークスに1番人気で、出走したが5着。続く、チャンピオンズカップは8着に敗れた。初戦は、ネギシステークスに出走して3着。続いて、 フェブラリーステークスへ向かう予定だったが、ネギシステークス後に熱発するなど体調が整わず、回避となった。所属する松田邦夫佐長教師が2月末で、定年のため、3月から橋口新介級者に、天馬屋となる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。おじにタイムパラドックス、母のいとこに桜ローレルがいる。逃げた。 ワイドファラオは12着、2番手のアルクトスは、本場から0.9秒遅れた9着、4番手に位置を、取っていた2番人気インティは14着に大敗している。ありがとうございます。